目の前のお前誰だって先に自己紹介だけします。4年の9期の古澤雅人です。お願いします。ちょっと聞きたいんですけど、俺のこと知らない、知ってるよって人がいるんですか？あー、やっぱそんぐらいです。で、さっきちょっと思ったんですね、この間相本と飲んでて、今回何やんのって言って、スパイエア4曲やるよって言ったら、これとこれとこれで、俺あんま1曲しか知らねえなと思って、俺より意外とスパイエアの知名度の方が低いんじゃないかなと思ったんですけど、スパイエアの今のレイジオブダストって曲知ってた人どれぐらいいますか？あ、俺と同じぐらいですね。俺とスパイエア同格ぐらいなんですよ。よかったですね、捨てたもんじゃないですね、やっぱ4年見るとね、みんなに意外と知ってもらえてた。そうですか、どうですか、今これチューニングの間つなぐ話なんですけど、よかったら次行きたいんですけど、どうですかね。どうですか、まだですか。じゃあちょっと他に、最近俺ラップにハマりまして、大会に出たんですよ、この間。で、渋谷のクラブで大会やったんですよ。もう怖くて、秋田出身のね、ドヤンキーのラッパーが出てきて、でも8小節をお互い2本ずつやるんですね。で、俺先行だったんで、なんか8文字ぐらい韻踏んで、お前は開かずの扉、カタストロフィーで、まあそんな感じで3個ぐらい韻踏んで、わーってなったら、ここら辺まで顔近づけてて、もうほんとめちゃくちゃ怖くて、威圧されて、俺2小節目、2個目のバースを笑っちゃって負けるっていう、そういう事件があったんで、やっぱラッパー界は怖いななんて思います。いいですか、ぴったりでしょうね。見てないかな。
僕らのクラス負けたら手洗う君に向けて振られまた甘され後味悪いここで終年にする間俺がごまかしながらやってくここはフローの俺だけじゃなくてそこのスタッフさんも盛り上げるつまりは深海からどんどん上がってフローリングで上がっていくシュノーケルでどんどん中央まで上がってやったならば俺は緊張坂本通り登りきっちまった状態膝はガクガク震えてるガクガク震えてるケンケンガクガクしてるけど俺なら深海なら天気のこの世に雨降らすことはできないなできないなだけどもしょうがないなこの辺でもっと盛り上げて好奇心ハイハット俺はリズムからの大脱走だけどもっとやっていこう常に笑顔は必勝不定の鶴瓶俺はこの受けるかどうかの勝負には徹するぜこんな感じイン踏みながらやってく間にチューニングが終わったかどうかいけてるのかなここで簡単にチェックしながら行きますさあここらでコールアンドレスポンスやってみようぜほーって言ったらほーって言ってくれなごめんなフェイントかけてごめんな行くぜほーせいほーいいねその調子じゃラストに最後3回行こうかな行くよせーのほーせいほーほーラストほーほーほーラブゲI'm not afraid to die.
即興に付き合ってくれたメンバーを紹介したいと思います。ギター優子、沢田、そしてここドラム今日初めてなんだよね、アイリーン。アイリーンのこと知ってるよって。あ、ほらやっぱ俺より知られてるわけですからもう大丈夫ですよ、こうなったら、ね、はい。でベース行リサ、そしてキーボードリコで、さっきまで3曲をやってくれたのがケンタロウです。で、さっき一応思いつきくれた古澤雅人です。名前だけ覚えてないです。でも、ここからちょっと3曲しかなかったなって人もいるかもしれないですけど、最後はもう1曲知ってる曲やってぶち上げて次行きましょう。サンライホー
よ。